はい、こんにちは、稲葉です。クリスマスが近づいていますね。ということで、今回はクリスマスクイズのスライドを紹介します。これ、YouTube の概要欄からフリーでダウンロードできるようになってます。ぜひお紹介ください。で、これですね。はい。イラストサイトのアトリエフニポさんとのコラボレーションになっております。もう何回かコラボレーションしてるんですけども、過去に作ったものをもっと使いやすく変えてみました。はい。では、紹介します。はい。まずは、スライドショーをご覧ください。ベルが3つありますけども、真ん中のベルをクリックした時だけ光ります。はい。ここで。はい。ね。で、ここ。はい。はい、光りました。で、私の横のこのプレイアゲインを押すと消えます。繰り返して遊ぶことができます。で、問題と答えを作っていきます。英語ですけど、今世界で一番必要なものは何ですかと入れました。で、ここには平和、ピースと打ちます。はい。真ん中は戦争、ワード。はい。これは武器と打ちます。ここでもちろん丸になるのは一番上のピースですね。ということで、ベルを入れ替える必要があります。真ん中のベルの時に光るんですが、上に上げてください。で、こう。はい。では、スライドショーで。はい。はい。光りました。はい。で、テキストばっかりではなくて、画像に変えたりって遊ぶことができますね。平和という花言葉を持つ花は何ですかという英語ですけど、ここで花の画像を3枚入れます。はい。はい、入りましたね。で、どのレイアウトかもうパッと同じ形になります。で、これですね。グループ化されているので、解除する必要があります。はい。で、まだグループ化されてますね。もう一回解除してください。はい。できました。で、ここからですね、私、この形は好きではないので、図の変更か丸い形にします。で、もうちょっと正円にしますね。すると、ちょっと写真のアスペクト比が崩れちゃうので、トリミングか塗りつぶしというのがありますね。塗りつぶしをクリックします。すると、花のアスペクト比が正しい比率で分かれます。はい。このように配置して、電目にしましょうか。ベルは電目に置いた方がいいですね。はい。で、この問題の答えは、上の白い花です。デイジーって言いますね。この花の花言葉が平和になります。ということで、真ん中のベルを、この白い花に、もうちょっと、こう、位置を変えて、これですか。はい。では、スライドショー。はい。はい。光りました。はい。平和の花で光っています。はい。
いかがだったでしょうか。これフリーダウンロードできるようにしてますので、子供たちと楽しくいろんな問題を作って遊んでください。で、iPad での動作も確認してます。ただしマイクロソフト365のアカウントが使える場合です。で、その場合は iPad でも問題なく動作しますので、お試しください。はい、ではこれで終わります。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ではまた。